はい皆さんこんにちは、えー、歴戦に越しの森山です、えー、今回は21年合格目標行政書士受験生向けなんとなくから脱出、えー、会社法商法特定アップ大作戦とい、えー、ったちょっと長いタイトルでありますがこちらの方で私の方からお話をさせていただければと思いますまあ、行政書士の試験がもう迫ってきてですね、えー、会社法それから商法の分野ああいうのがああ苦手だよとああいう受験生が多いと いうことですよねまあそれはそうで、まあ、中身を見てみると結構難しい問題が取材される。 割には配点が少ないということになりますから、まあ勉強してないし、勉強したってなかなか点数が取れないというところはまあ正直そうかなと思います。ですからまあ合格をするためにはもう最低限の時間でしっかり得点に結びつけて、えー、本当にこう重要な科目をしっかり勉強していくというのはもちろん受験勉強の王道になりますよね。ですからまあ司法書士の試験でもそうだし、行政書士の試験、まあ大学入試でもそうかもしれませんが、もう満点を取る必要はないわけですから、全体的なバランスという。 ものを保ってえさて勉強していくというのは、うんまあ、好ましいことだと思います。まあ、ただ難しい試験ですから、1点でも2点でも多く取ってほしいということで、えこの商法会社の分野についてえ、ここはしっかり点数取ってほしいということでえ、我々の方でですね。セレクトしてお話をしていきたいというふうに思いますえ、私の方からは期間についてお話をしていきたいと思います。レジュメの方があると思います。 で本日はです、ね、横溝先生の方も YouTube のイベントがあると思いますので、えー、YouTube で聞かれている方がたくさんいると思いますが、えーまあ、YouTube で聞かれている方も先ほどスタッフの方から案内があったようにレジュメの方がありますので概要欄の方からぜひ、えー、見ていただいて登録していただいてレジュメの方を見て勉強していただければと思います。それでは、えー、始めていきましょうか で私のはですね普段は行政書士の講座を担当しておらず、まあ、司法書士の講座を担当しておりますが、まあ、司法書士の方でもやっぱり会社法が重要分野ということでもうかなり講義の方なんかでも会社法中心、まあ、中心ってこともないですが会社をたくさんやっていて、まあ、会社の本なんかも私、書いてますからそういう意味で会社法について講義をしてくれということで今回お話をしていこうということになっているわけです。ではは、えー、見見てていきましょうかでレジジュメの方ページの方方ペーください、まあ、今回は もう本当にこの基幹設計というところにスポットを当ててまあここだけ。 点数取っていこうで、業種出身者の過去問もですね、えー、見てみてる。見てみるとですね。研究してみると、この機関設計のところ分かってるだけで点数が取れる問題なんかも。まあ少なからずありますから。ま期、あ、間設計ですね、えー、ここだけは今回やってもらいたい。ということで、もう本当にスポットを当てて、もうしつこくお話をしていきます。で、最後問題演習なんかもしていきますから、まあ、この分野だけえ得意にして、今日は書いていただければと思います。で、レックの方ではまあ、他の講師の方もですねえ。説 実立,立の分野だったかな、えー、ありますのでぜひそちらの方もまた今週ですね、えー、祝日などに、えー、やりますのでぜひそちらもご参加いただければというふうに思いますでは行きましょうか2ページのところですねまずは機関の概要それぞれの機関の役割を理解せよというところからお話をしていきますもう株式会社ですねこの株式会社に関しては会社の中に機関というものが存在します で、感じて書くと字は違いますが、まあ、我々の体の中にも器、ま、官、あ、というものは存在して、まあ、心臓がこんな役割をしているだとか脳がこんな役割をしているだとかそういうことになりますが、まあ、会社もよく民法を勉強すると、うん、まあ 権利能力者ですよ自然人と法人は権利能力者ですよってことで、まあ、法人一つの権利能力者ですねですからこの例えばレックのような株式会社が誰かと契約をしますみたいな形で自然人と同じように働いてくるわけですねこの法律の社会の中で法人が自然人と同じように働いていくということは 自然人と同じように、まあ、その体の中に器官があるのと同じように会社の中にも器官があるわけですね。例えば会社が契約をするったって誰が考えて契約をするんだ。 誰がそれを執行するんだってことになりますから人間でいうと顔になる期間それから名刺代わりの顔になる期間それから実際の手足になる期間だとかそれから脳のような考える期間こういうものが体の中にあるように会社の中にも脳に当たる機関やそれから顔に当たる機関や手足になる期間が存在するんだということになるわけですよね。 ということでそれを見ていく形になりますまあ、実際に誰かがじゃあそれをやろうって決めてで実際に動いて実際に代表者が顔になって契約をしていくということが必要になるわけですでは会社の中にそのようなですねどんな期間があるのかということをレジュメの2ページのところで見てください期間の概要と書いてありますまず株主総会というものが存在しますえこれは 会社の所有者である株主によって構成される会社の最高の意思決定機関だということですね意思決定機関と書いてありますから、まあ、人間に例えると NO ですね NO に当たる機関だ会社の基本的な事項を決定していくじゃあうちの会社の称号ってこういうふうにしようよとか株式発行していこうよとかこんな形でうん、まあ、会社の意思決定をしていくのがこの株主総会だということになるわけです。でもちろん、 えーまあ、会社の所有者株式会社の所有者っていうのは株主ですからその株主が意見言えなければいけないので、まあ、定款変更とか、えー、会社名を変えようとかあるいは場合によっては役員の選会人だとかあそういうことについてはこの意思決定機関である株主総会が決議をしていくんだということになります。 株主の集まりですね株主によって構成される会社の意思決定機関だという形になります。まあ、イメージを持っておけば十分です、別にこの、えー、定義をですね一言一言覚えるというよりは今、イメージを持ってもらうためにお話をしていますで。実際に脳だけあったって動けませんから脳で考えたことを実際に実行していかなければいけない会社の手足となるような機関が取締役、取締役会ということでまず取締役。 会社の業務の執行を行う機関だ。で、まさにですね、えー、手足となるような機関で、まあ、株主総会でこう基本的な事項を定めて、で具体的な業務執行についてはその株主総会で選ばれたこの取締役がやっていくんだということになるわけです。だから、まあ、普通であればですね、えー、会社がうん株主のものであれば、あ株主が実際に 手足となって動いていけばいいじゃないかってことになりますが、まあ、株式会社の場合には株主っていうのは投資家ですよねですから株主が投資をして実際に経営するやる気もないしノウハウもないわけですよだから実際のうん取引についてはもう取締役に任せてしまおうということになるわけです。えこれを まあ俗に所有、ととととと経経営営のの分分離離ななどいいうふううふにに呼ばれまますす、ねえー、所有こりね会社の所有者は株主でその株主が株主総会で意思決定をしていきますが、まあ、実際にその意思決定の方針にのっとって業務を執行していくのは取締役ですよということになりますで取締役の中にもう一つ取締役会というふうに書いてありますこの取締役会って何かというと取締役により構成される会議体 取締役が集まって会議体となったものが取締役会だ取締役が集まって会議体となったものが取締役会だというふうに押さえてくださいでこの取締役会を設置するような会社のことを取締役会設置会社というわけですが、まあ、取締役会というのは取締役に構成される会議体だで何を会議するのかというと業務執行の決定などをやっていくということになるわけです。 ということは取締役会をいた場合には会社の経営について株主総会のほかにもう1つの意思決定機関が存在することになるということですよねつまり、脳が分化した株主総会という脳だけではなく脳みそだけではなくもう1つこう取締役会という脳みそができたんだ。 ということになります。脳が2つになったよというふうに理解をしておくといいです。ですからこの場合には脳が分化しましたから2つの脳の役割分担、あこれはこっちで決めて、これはこっちで決めるんだって役割分担が求められることになります。基本的な事項を株主総会で決めて、でその他のことは取締役会で決めるんだ。 といったような役割分担が出てくることになります。もう株主総会がもう何でもかんでも決めなければいけないとなると、やはりこう。大きな企業の場合にはいろんな株主がいますから難しいですよね。だから、うちはもう取締役を置いてもうあの？ 日常的なですねその他のことはそっちで決めてかくからもう株主総会では基本的なことだけ決めればいいからさみたいな感じでえ少し判断任せてよみたいな感じでもう一つのみそを作っていくのがこれが取締役会と設置するということの意味ですよね。取締役会とといいう意思決定機関を置かないともう もう脳が株主総会しかないですからもういちいち株主が集まってくださいいろいろ決めますみたいなことになっちゃうわけですだから大きな企業であれば株主総会のほかにもう1つ脳みそを用意してえもう業務執行の細かなことは決めていっちゃうからさもう基本方針だけもう最低限決めればいいようにしとくからさみたいなふうに取締役会というものを設置することができるんだよということになっていくわけですで次に会計参与という人がいますが でこれは取締役と共同して貸、えーまあ、借対照表などの計算書類を作成する権限を有する機関というふうに書いてありますポイントになるのは共同してって言葉共同してって言葉計算書類を作るのは本来取締役の仕事です取締役が例えば株主から委託をされて会社の経営をしていくわけですね まあ基本的な構造とすれば株主が所有していますが、まあ、実際に業務執行していくのは取締役ですから取締役は業務執行して当然、計算書類なども作っていくうん、まあ、1年に1度定時株主総会に提出をする計算書類なんかを取締役が作っていって株主に見せる必要があるわけですよ株主の皆さん、私たちはこういう1年間やってきましたとこれが貸借対照表ですということになるわけです。ただその計算書類を 取締役が作れるかと言ったならばえこれはもう会計とかですね計算のプロじゃないとなかなか作れるものではありませんだから実際には取締役が作ると言ってもさすがにこうえ計算書類を作るという事務作業が取締役ができるわけではありませんのでよしじゃあ計算書類を作成するプロを会社内の機関として設置しておこうかということで会計参与というのを設置することができるんだ。だからこれはまさに 取締役の右腕となって取締役と共同して計算書類を作っていこうという機関になっていくということになるわけです。で取締役が まあ会社の経営者ではあって事業方針などを決めるのはプロかもしれませんけれども細かな計算書類まで貸借対照表なんていう数字しか書いてないような書類を作るのはなかなか苦手だよということで会計参業を置いていこうということになるわけですがじゃあ会計参与が計算書類を作るプロじゃなければ置く意味がないですよね。 いや私ね、計算種類は作れないんですよ、経営のプロとは呼ばれてますけどね、あんたに任せるよ、分かりました、会計さんよ頑張りますいや、私も素人なんですけどねってなったら、何のために置いたか分かりませんから、これはもう、計算のプロじゃないとダメなので、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人じゃないとダメってことですね、えー、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人ですね。 公認会計士、監査法人、税理士、税理法人。あの、監査法人っていうのは公認会計士の法人ですね。ですから、公認会計士か税理士かその法人じゃないとダメですよということになります。で、気をつけなければいけないのは、この会計参与というのは、監査する役職ではなく、ちらってその下を見ると、会計、監査役とか会計監査には監査する仕事なんですが、この会計参与は、 監査の仕事はしません経営者側の組織なんだということを押さえてほしいんですねで、会社っていうのは今日は1時間であのいろいろお話をするので、えー、この期間の前の普通は入門のところでお話をするようなことがまあお話をしてないので難しいんですがまあ、会社には経営者側の組織とそれから監査側の組織があるんですね要はアクセルと ブレーキなんて形になりますが経営者側がよし経営していこうぜこういうことをやっていこうぜって業務を執行していくわけです。業務執行でですねでもあんまり法律のこととか 規制のことを考えないでコンプライアンスを考えないで業務執行していくとやっぱりやりすぎてしまうわけですだから会社の中にブレーキを置いていこうってことでえ監査の役職も置いていくことになるわけですが取締役はもちろん経営者側の組織で書いておきますよ取締役でこれを会議体にしたのが取締役会ですよね。で 会計参与というのは経営者側の組織で取締役が本来やるべき計算書類の作成をあ私に任せてくださいと言った形で作っていくこれがま会計参与ということになります会計参与は経営者側の組織なんだということを押さえてください監査側の組織ではなく経営者側の組織。 経営していく、業務執行していく、その中の計算書類を作成するという業務に関しては、私に任せてくださいということになります。もちろん、外の税理士に頼んでもいいんですが、もう会社の中に会計算よって役職を作って、機関を作って、そこに任していこうということになるわけです。では次です。次は、レジュメの方に戻っていただいて、監査役という人がいますが、これは、 取締役、過去会計参与が設置されている会社では取締役及び会計参与と書いてありますね。ほら、これが取締役会計参与が経営者側の組織ですからその職務執行を監査する機関なんだということになります。ということで監査役は監査側の組織です。経営者側が業務執行するのを監査側で監査をしてブレーキをかけていく。 あそれダメですよ、それ違反ですよ、法律違反ですよというような形で,です、ねえー、その監査の役職を会社の中に置いていくんだということになります。ですから経営者側の組織なのか監査側の役職なのかというのをしっかりこう分けていくってことが重要になります。で、んこのです、ね、監査役、これを組織化したのがやはり監査役会ということになります。ちょっとレジュメには書いいてないですけれども、えー、監査役会 これもこう押さえておいてくださいで次ですで次は会計監査人でこれは計算処理の監査をする機関と書いてありますだからこれは監査側の機関です会計監査人は監査側の機関だと押さえておきましょうで監査役がですねいくら経営者側が法律違反がないように見張っていくったって よしじゃあ業務執行見張っていくぞって言ったって計算書類が出てくるわけですよこれが本当にうちの会社の数字にのっとってるのかうーん見たって分かんないわけです素人にはですからじゃあ監査側にも計算のプロ会計のプロを置いておこうってことで置いたのが会計監査人ということになるわけですだからこれも計算書類を読めるプロ計算書類を読めるプロじゃないといけないということで会計監査人は公認会計しか監査法人じゃないといけないよということになります 会計監査人はこちらは税理士ではダメなんですね公認会計士か監査法人です税理士税理士法人はダメ税理士税理士法人はダメです作るより監査するのが難しいのでこれはもう公認会計士監査法人一択にしましたで、ちょっとだけ注意しておくと気をつけなければいけないのはこの会計監査人っていうのは監査役のサポート役です 会計監査共同とサポートちょっと使い分けるんですがスケットですアシスタントだから実際に監査をしていくのは監査役でやるんですけど会計監査人はそのアシストってイメージそこを理解しておくと細かな論点が楽になりますがサポート。 でどういうことかというと例えば、会社法で役員といった場合には取締役、監査役、会計産業、これが役員で会計、監査には役員には入れないんです。よ。 一歩下がるイメージ、まあ、漫画家のアシスタントみたいなイメージでですから、本当にこの会計参っていうのは取締役の共同して同、えー、レ,レベルというか共同してですね、えー、同じレベルでこう仕事をしていくんですが会計監査人に関してはサポート役ってことで1個下みたいなイメージですだから会社の役員といった場合には取締役会計参業それから完成役を指すんだよ、えー、こんな感じで押さえていただければというふうふに思います。 とということで会社、監査側の組織としては会計監査人がサポートに入っていって監査役さん、一生懸命うん監査はするけれども計算種類の監査は難しいよね僕に任せてくださいサポートしてあげますというのが会計監査人だ公認会計士監査法人やらないとダメですよといった形になります。 さあここまで一般的なですね、えー、図を書きましたけれどもこの図に沿ってお話をしてきましたがちょっと特殊な会社として委員会型の会社というのがあります指名委員会と設置会社それから監査と委員会設置会社というのが下の2つに書いてあると思いますがこれがまたあちょっと方針が別のですね、えーまあ、会社ということになりますちょっとまた後で説明しますがとりあえず見てください名名委委員員会会会設置会社というのは指名委員会 監査委員会及び報酬委員会の3つの委員会を会社監査等委員会設置会社というのは監査等委員会という1つの委員会を会社ということになりますこれがですねうん、まあ、例えば監査等委員会設置会社というのは非常に新しい会社で、えー、平成26年改正でできたという会社になりますが今までの、まあ、説明した典型的な会社と違ってもう委員会というのを置いちゃおうよと。もう 取締役会の中に委員会を置いてその委員会が機動的にですいろいろ業務を執行していこうよみたいな形で委員会というのを置くような会社を作ろうというのが下の委員会型の会社ということになりますで委員会型の会社には2つあって指名委員会と設置会社と監査等委員会設置会社で指名委員会と設置会社というのは委員会を3つ置く会社です指名委員会監査委員会報酬委員会で監査 委員会設置会社というのは監査等委員会という1つの委員会を置く会社です取締役会の中に取締役会の中に委員会を置くわけですがじゃあ3つの委員会を置こうといった場合には指名委員会等設置会社監査等委員会という委員会を1つだけ置こうというのが監査等委員会設置会社ということになりますで委員会を置こうと思ったらこの2択完全な2択ですだから3つ置くか1つ置くかなんです ごちゃ混ぜにしたり2つ置いたり4つ置いたりすることはできないんですね指名委員会等設置会社になりますか監査等委員会設置会社になりますかという2択なんですよいやうちはね指名委員会だけ置きたいんですけどというのは無理なんですねこのどちらかっていうふうに押さえてくださいでもう一つ見てほしいのが監査等委員会っていうのは監査等委員会設置会社にはおりますが指名委員会等設置会社の方には監査委員会という等がつきませんからねここを気をつけておいてくださいね だから実は細かいようですが、うん、選択肢で監査等委員会って書いてあったらもう委員会を一つだけ置く監査等委員会設置会社です指名、えー、委員会等設置会社委員会を3つ置く会社の方は監査委員会ですから等という文字がつきません、えー、そこでもですね、えー、実は判断をすることができますで、下の中に書いてありますが まあこの2つをごちゃ混ぜにしたり、委員会を増やしたり減らしたりすることはできませんので、必ず、えー、指名委員会、監査委員会、報酬委員会の3つを置くか、それとも監査等委員会という1つだけ置くか、その2択だというふうに押さえておきましょう。でちなみに、指名委員会等設置会社というのと、監査等委員会設置会社っていう、このタイトルなんですが、等という文字の場所が違いますね、等という文字の場所が違う。指名委員会等設置会社。 監査等等委員会会設置会社等っていうのはなどって意味ですから複数化するときに使いますけど指名委員会等っていうのは委員会を複数化してます、委員会を3つ用意しますからね、それに対して監査等委員会というのは監査っていうのを複数化して実は監査監督の意味にしますね。 ですから委員会自体一つなんですよだから委員会等といった場合には指名委員会等といった場合には指名委員会などですから委員会を3つ置くことになりますが監査等委員会の場合には監査などをする委員会を1つだけ置きますということで、えー、等の位置が違うということも注意をしておいていただければと思いますさあここまでが実は準備になりますさあここからが試験に出る機関設計のルールということになります このようにいろんな期間がありますが株式会社というのは期間を全部置かなければいけないとかいうわけではなく今お話しした期間の中でセレクトしてうちの会社に必要な機関だけけを置けばいいいんですねいや会計んよ、いらないいらないそんなの税理士さんにいつも先生に頼んでるから外注しちゃえばいいからさ会計ん要はいいわって話になるわけですよ。だからもう自分の会社に好きな ものをセレクトしていく。え、こんなイメージですね。ですから、まあ言ってみれば、こうなんていうか、ハンバーガーショップの中メニューみたいなもんで、いや、そのポテトはいらないです。ポテトの代わりにサラダにできますかみたいな、そんな感じでセレクトできるんですよ。でも、何でもかんでも好きに置けるわけではなくて。 いやねあのポテトを頼んだらジュースがついてきちゃうんですみたいなこんな感じでどうしてもこ,うこれ置いたらこれ置かなきゃいけないみたいなところがあってそれちょっと覚えていかなければいけなくてそれが試験に出るということになりますからそのルールを確認していこうと思いますで実は先に言っちゃうとこのルールに従って期間を設置していくと設置できる期間っていうのを全部挙げるとレジュメの7ページのようなものになりますこれがすべてのパターンです だからこれを全部頭に暗記するのは無理なのでルールとして覚えていこうってことになりますね結果的にはこの図になります非公開会社か公開会社か大会社以外の会社か大会社かって4つのパターンに分けてそれぞれ取り得る期間設計が違ってくるんですねそれをお話ししていこうってことになりますでは3ページに戻って期間設計のルールを確認していきますもう今日はこれだけ得意にして書いていただければ結構です ルルールの1まずすべての株式会社には株主総会と取締役の設置義務があるだから必ず置かなければいけない必須期間って2ページにたくさんありますが株主総会と取締役だけです株主総会は置かなければいけません脳がなければ誰も意思決定できないからです脳がなければ誰も意思決定できないから 意思決定機関としての株主総会は必要になります会社の所有者としてお金を出している株主が意思決定できる機関が存在しなければいけませんのでうちの会社の取締役誰にすんの定款変更しようよそういう意思決定をお金出した株主ができなければだめですから株主総会は必須、まあ、年に一度ぐらい開けばいいんですが、まあ、株主総会必須になります。 それから株主総会を開いてあとは業務執行の手足が必要ですから取締役も必須取締役も必須ということになります業務執行機関である取締役は必須ですここまでが必須機関ですまあし時計が分離されてますから株主総会で意思決定をして取締役で業務執行していくと、えー、これだけが最低ですですから例えば家族でやっているような会社、まあ、非公開会社ですね 非公開会社の株式の譲渡が自由にできないような会社の承認がなければ株式を譲渡できないような会社これに関しては閉鎖的な会社に関してはお父さん、お母さん、娘3人が株主でじゃあお父さんを取締役にしようってこんな感じでもう会社を作ればいいわけですよ。関西役だって会計参与だっていりませんもう株主と株主総会とそれから取締役がいればいいんだよということになります。取締役も1人人人ででででいいいでいすすで数って大体1人でいいですからね 監査役何人いればいいですか1人会計参人何人いればいいですか1人会計監査に何人いればいいですか1人ですでんまあ大体ですね細かなこと言うきりがないですが大体1人でいいんですよでなんとか会にした場合には3人必要です委員会3人必要とか、えー、あるいは監査役会3人必要とか取締役会になったら取締役3人必要です3人いないと会議体になりませんから 会議体にした場合にはその会議体にした役職は3人必要ですけどそうじゃなければ大体1人でいいっていうふうにまとめて覚えておくといろんなこと応用が効きます会社に関しては設置しなければいけないって言ったら1人でいいんです会議体を設置した場合には3人必要なんですだから取締役を置かなければいけないって言ったら何人必要ですかって言ったら1人ですよでただ取締役会にした場合には会議体になりましたから3人必要ですで会議って3人ないとできませんからね 1>, 1人じゃ会議にならないし2人だと意見が対立したら多数決できませんから3人必要となってます。ということで会議体にした場合には3人必要になりますが会議体を設置しなければ1人でいるので最低株主総会プラス取締役1人これいれば会社としては成立するんだ株式会社としては成立するんだということになります。取締役会すら必須ではありませんから気をつけておいてください。ではルールの2にいってください。こ,こから2期間ですが、 株式会社には定款の定めによって取締役会会計参与監査役監査役会会計監査人監査等委員会指名委員会等を設置することができますということでレジュメの2ページの取締役と株主総会を除いた機関については定款の定めで設置することができます。 定管の定のめでで設置すすることができますあうちの会社、会計参与を設置しよううちの会社は会計監査人を設置しよううちの会社はもう指名委員会等を設置しよう指名委員会等設置会社になっちゃおうみたいな感じで、えー、定款の定めで設置をしていくことができますで気をつけなければいけないのはこれ、機関設計というのは定款で定めなければいけませんいわゆる定款の相対的な記載事項と呼ばれることになります。 なんか取締役会で決めたりすることはできないし決めるならば必ずこう定款で決めなければいけない定款で取締役会を設置する会計参与を設置する監査役を設置するこんな形で定款で決めておかなければいけませんでちょっと間違いやすいのは定款に何て書くかっていうと取締役会を置くとか取締役会を設置するって書かなければいけないんですね。 取締役会を置くことができるって書いちゃいけないですよよく勉強するときには定管で取締役会を置くことができるんですって勉強しますが定管に書くときには置くって書くんですなぜかというと置くことができますっていうのは定管で取締役会を置くっていうふうに書くことができますって意味ですからね で定款に書くときには言い切らないとダメですよ定款で取締役が置くことができるって書いてあったらそれは定款で決めてないのと一緒ですよ定款で置くことができるって書いてあって誰かが置いたり置かなかったり決めるってことになったら定款で決めてないのと一緒になりますよねだから定款で基幹設計を決めなければいけないということは定款では言い切らなければいけないので定款には取締役が置くっていうふうに書かないといけないあるいは会計サインを置くっていうふうに書かないといけないぞってことになりますただし 定款で取締役会を置くとか書いた場合にあるいは会計算員を置くって自由に書けるかっつったら自由に書けるわけではないんだその下見てくださいただしルール3からルール10までの規定に従い設置する必要がありますからここから先ちょっと細かなルールをやっていきますこれを置いたらこれを置かなければいけないとかこれを置いたらこれが置けないとか、まあ、そんな感じの基幹設計のルールについてお話をしていきたいと思います でではルルールの3です。公開会社は取締役会を設置しなければいけない公開会社は取締役会必須公開会社は取締役会必須7ページを見てください7ページの公開会社は 右右右側側側ににあありりまますす公開会社は右側にあります右側必ず取締役会から始ままってますもう取締役だけでは済みませんので、まあ、取締役プラス取締役会ということですが、まあ、取締役会を置いたら取締役会いるのが分かりますから取締役会って書いてありますけど、まあ、取締役会プラスなんたらっていう形でこの7ページの右側の公開会社の方には必ず取締役会をつけなければいけない。 公開会社に関しては必ず取締役をつけなければいけない取締役って何でしたっけ取締役を賜れた会議体何をする機関ですか意思決定機関ですもう一つのノーです公開会社ってどんな会社ですか公開会社は株式が自由に譲渡できる会社です家族でやっているような 株式を譲渡するには会社承認がいるよもう家族の人は家族以外の人に株式渡しちゃ困るよみたいな会社が非公開会社でもう株式が自由に、まあ、皆さんがああ株価が上がったから売ろうかなとかああそういうふうに売却できるのが公開会社譲渡制限というのはついてないという言い方になりますがその譲渡制限規定がついてないのが公開会社になりますで公開会社の株主っていうのは株式の譲渡が自由にできますから会社の経営が南極に陥ったらどうなります 会社やばいんですよもう株価下がりそうなんですよじゃあ聞きますえ皆さんがもう自分の人生がダメになったら逃げないですよね資格受けて頑張んなきゃとか資格取んなきゃとか思いますよでも株主の株式の譲渡が自由だったらその会社の株式なんていつでも手放せるんです会社が難局に陥った時にただ皆さんは株式投資で買った会社ですよ株価下がりそうだっつって売って終わりですよ 公開会社なんていうのは会社の南極に陥った時に株主総会が意思決定機関として機能する方しないわけですみんな売っておしまい会社が危機に陥った時にまともな意思決定が株主総会できないわけですとなったら意思決定機関もう一つ必要でしょってことで取締役が置かなきゃいけないですね 公開会社というのはいいですかイメージ、株主が流動している、株主が流動している、こんなやつらにまともな意思決定ができない、じゃあもう一つ脳みそ必要やんか、取締役会設置、こういう義務がある、こういうことですよ。ということで、公開会社は取締役会を置かなければいけない。ということですね、公開会社は取締役会を置かなければいけない。 安定的な意思決定ができるようにする必要があるんだ。ということになるわけです。ルールの。四、ルールの四。大丈ですか。ルールの四。あ、もうちょっとメモしますか。じ余計な話をしてみましょうか。おもかしいっぱい。 オッケーです <laughs> 今の後悔ですね、後悔してると向こうにカモメがい,カモメがいます、あ鳥だ下には海外いますよ、後悔してるいると鳥と海外、航海会社は鳥海必須、ごめんなさい、次行きましょう、ルールの4、ルールの4、待ってあげたら優しさだと思っていただければかくあの、ルールの4、取締役会を設置したら、管制役を設置するか、委員会型の会社にしなければいけない。 取締役会を設置する取締役会を設置するということはどういうことかというと今までは株主総会が意思決定機関だった株主総会で何でもかんでも決めることができる会社だったのが意思決定機関がもう一つできて取締役会という会議体で意思決定していく取締役会という意思決定機関で意思決定していく。 株主からすれば、おいおい、今まで俺たちが全部意思決定していたのに、あんだよ、取締役会で決めてるよ。あじゃあ、取締役会で何決めてんのあ会社の奥でやっててわかんねえな。大体、取締役会なんていうのは、会社の最上階の社長室の近くの会議室で秘密にやってますよね。何決めてるかわかんねえじゃねえか、俺たちが金出してるのによ。これ、いいのなんかこんな。 うん勝手にやらしておいてということで会社の奥に意思決定機関が移ってしまいましたからそれを監査する役職が必要になりますだから取締役が置いたらそこに監査役を株主の方から送り込む感じで監査役を設置していこうということになるわけですね取締役が置いたら監査役必須になりますで監査役を置かなくてもいいです委員会型の会社にすれば結構です取締役会を置くか委員会型の会社にするか2ページレジュメ 2ページでュめ委員会型の会社にするとどうなります委員会型の会社にすると監査委員会や監査等委員会っていうのを置くことになりますから監査役みたいな人を置くことになりますあの委員会っていうのは取締役会の中の委員会ですが、まあ、取締役会の中に委員会を作ります、まあかいえー、小学校ののクラスの中に。 清掃委員会みたいなのを作るように取締役会の中に委員会を作りますがそこには監査委員会あるいは監査等委員会といったような監査の役職をする委員会を作りますから結局、取締役会の中に監査の委員会を作るということは監査役と同じ役割をしてもらえるわけですね。だから監査何々 監査何々という,ふうに押さえてもいいですけど監査役、監査等委員会、監査委員会そういうのを取締役会に送り込むことによって株主がその会社の奥でしていく意思決定を見張っていこう監査していこうということができるんですね、職務執行内部監査する機関が必須になっていくんだなんて形で押さえてください。 だから、まあ、昔から監査役というのを置かなきゃいけないということになってますが委員,会の委員会型の会社ができましたので監査役ではなくもう委員会にしてもいいよそうすると監査等委員会や監査委員会でこういうのを送り込むことができますからあそれはもう取締役会の意思決定をきちんと見張っていくことができるねこんな話になっていくわけです。 ななかなか複雑ですが、まあ、取締役会というものを設置したら会社の意思決定が内部にいったぞだったら株主がいちいち見張っていることはできないので見張る組織が必要ね監査役会委員会型の会社にしていこうということになります。ルールルルーーーのののペジ。会計算意はどででも設置できる。 会計参与はどの期間設計の会社でも設置できます会計参与はもう皆さんルールありません非公開会社でも公開会社でもそれから大会社でもそうじゃない会社でも置いたり置かなかったりが自由会計参与は置いたり置かなかったりが自由っていうふうに押さえてください会計参与は置いたり置かなかったりするのは自由です 会計与略して解散、これは置いても置かなかったりしたりするのは自由なんだということになります。で、7ページを見てください。7ページを見てもらうと、全部の会社に括弧プラス会計参与。 かっこプラス会計算員と書いてありますからいろんな期間設計を皆さん考えていただいてそこに会計参員を足すか足さないかは自由です足すか足さないかは自由ですどどここにもも設置でできるししからも外していいんですだから会計算員に関してはもう、うん、まあラーメンのですね、えー、もう煮卵みたいなもんで「いや卵入れます」って言ったら入れてくれますよどのラーメン屋行ったってでも卵いらないって言ったらもともと付いてないですよそんな感じで。 えまあ会計産業に関しては置いても置かなくても自由ですよといった形ですねもうラーメンの麺とか汁がなかったらダメですけど、えー、まあ煮卵が嫌いな人は置かなきゃいいですよですからそんな感じで会計産業に関しては置いても置かなくてもいいんだということですねただ7ページの図をよく見てください1つだけ会計産業が括弧に入ってないの見つかりますか 左上の方にありますね左上丸4番、1つだけッコに入っていません、取締役会プラス会計参与、取締役会プラス会計参与、さあ、それ見つかりましたでしょうか、非公開会社で、代替社でない会社、非公開会社で大会社でない会社非公開会社で大会社でない会社この会社の場合には、取締役会プラス会計参与という構成があって、これが会計参与が括弧に入ってません、それが4ページに戻ってください。 ルールの6、ルール4の例外として、取締役会設置会社が、大会社でない非公開会社、もう一番小さな会社です、もう大きさで言うと大会社じゃない、公開か非公開かというと非公開という、まあ7ページの一番左上の部類に属する会社の場合には、会計参位を設置すれば、監査役を設置する義務がない。 とということで取締役会を置いたら監査何々を置かなければいけないはずなんですけど取締役会プラス会計参与でいけるだからこの場合7ページの左上のマリオン取締役会プラス会計参与この会計参与だけは外せませんだって取締役会を置いたら監査役を置くか委員会型の会社にしなければいけませんが取締役会プラス会計参与でいけるんですよだからこの会計参与は外せないこの会計参与は外せない とということで取締役会を置いても会計参与でいける取締役会を置いても小さな会社であれば会計参与でいけるで取締役会プラス会計参与でいけるってどういうことかというと普通は監査なんとかを置かなければいけない取締役会を置いたら監査なんとかを置かなければいけないということになりますが 上等制限もついていて大会社でない会社でいちいち完成役を行くのは大変だって話もあるわけですどうせ完成役をいたって計算書類しか見ないよねまあそんなにこう 何でもかんでもです、ね、やってる会社じゃなければもう家族でやってるような会社譲渡制限ついてる非公開会社でしかも大会社はないんですよえこういう会社の場合には家族でやってるような会社ですから、まあ、取締役会というのは一応、名目上作ったとしても、まあ、監査役を置いてあってそんなに全面的な監査なんて普通しないよねって話になるわけですねじゃあ何するかっていうと大体やることっていうのは1年に一度計算書類作るわけです提示、まあ、株主総会で計算書類は出さなければいけませんから計算書類は作る。 そそうするとその貸借対象票というのを作ってそれを監査役が監査するそれぐらいしか小さな会社の監査役なんて仕事がないわけですよ。取締役お父さんが一生懸命計算書類を素人なりに作って監査役が素人なりに監査してうん分かんねえな作った俺も分かんねえんだよみたいな話になるわけですよ。ちょっっと待って 監査役を置いて監査してもらおうって趣旨分かるよ取締役を置いたら監査役を置いて趣旨分かるよでもこんな小さな会社やってることって素人が計算書類作って素人が監査していく何のために監査役を置いたか分かんないじゃないかもともとプロに作らせればいいんじゃねえのってことで会計算員を置いて税理士とか公認会計士の先生に書類を作ってもらえば計算書類を作ってもらえばもう監査いらないぐらいですよ。 どうせ計算書類の監査ぐらいしかしないんだったら作る方をプロに作らせれば監査いらないですねだから取締役プラス会計算を許したんですもちろん大会社とか公開会社はダメですよでも今言った小さな会社なんてはどうせ完成後を名目上いたって計算書類ぐらいしか見ないんだったら計算書類をプロに作らせりゃ終わりなんですよだから取締役プラス会計算よという期間設計が許されているわけです とということで会計サインを設置すれば取締役会を置いたのに監査何々を置かなくて済むんだこんな感じで押さえてくださいルールの7監査役会は取締役会を設置してなければ設置できない取締役会を置いたからといって監査役会を置かなければいけないわけではないですが取締役会を置いてなければ監査役会を置けません あの監査役会は監査役の組織体だからもちろんここには出てないですけど当たり前の話で監査役を置かなきゃ監査役会にはできませんけれどもじゃあ監査役というのをただ置くのか監査役会という組織化するのかでいうと監査役会という組織化するためには取締役会がなければいけないだから7ページを見てもらうと取締役プラス監査役会はないですね。取取締締役プラス取締役 あごめんなさい取締役会プラス監査役会はありますがただの取締役で監査役会を置くってことはできません必ず取締役を組織化して取締役会にしなければ監査役を組織化できないということになりますだからこれは逆はになりとは言えないんですね、えー、別にん取締役会を置いたからといって言うと監査役会にしなくてもいいですが ただ監査厄介を置いたらその前提とすれば取締役会じゃないといけないんだという形になりますこれはどうしてかというとやっぱり監査厄介にしてで取締役会の方さっきの系統監査の図を見てもらうと経営者側の組織として取締役があるで監査側の組織として監査役がありますが会社を動かしているのってどっち経営者側ですよね。 で監査側っていうななんかそれが違法じゃないかどうか見張ってるだけで別に監査役がいるからといって会社がうん推進会社の推進力になるわけじゃないですよ言ってみればアクセルとブレーキ経営者側がアクセルで監査役側がブレーキです取締役は会議体になってないんです一人で頑張ってるんですもう小型エンジンですよ一人でやってるえところが監査役は三人以上集まって監査会開いてるんです。 ブレーキ過剰と言いますアクセルが6にないのにブレーキだけしっかりしてるんですよもう20キロぐらいしか出ない自転車なのにもう300キロ走っても止められるブレーキだけ積んでるんですよ意味分かんないじゃないですかだから取締役は個人なのになんで関西役は組織化なんだとお前ら見るだけだろうと進まないんですよ取締役は頑張んなきゃだから取締役を会議体にするのが先でしょっていう趣旨 取締役も置かないのに監査会を置くことなんて許されないぞってことですねじゃあ次ルール8ですちょっと最初は大変かもしれませんがルールをとりあえずそれぞれの趣旨を考えていただいてでそれから後で7ページの図と見比べていただいて少しまあ最初は覚えるの大変ですがあのこうやって趣旨ごと考えれば考えて分かるようになりますので今その段階です あとはまあ慣れていかないといけませんので、えー、まあトイレとかに張り出してルールを覚えていく必要がありますがとりあえずまあルールを理解することから理解した上でその後覚えていくということですねではルール8です大会社委員会型の会社では会計監査人を設置しなければいけないということですね大きな会社の場合には大きな会社の場合には会計監査人必要です大きな会社ってことは債権者も多いですから 計算書類の監査はしっかり充実させなければいけないということで、代替社の場合には会計監査人が必要あとは、えー、委員会型の会社は計算書類が的確じゃないといけないので、一応、会計監査人が必要です、まあ、とにかく、代替社とか委員会型の会社は見るからにしっか,りし,てなさしっかりしてなければいけないので、会計監査人が必要だとおさえてください。 また会計監査人は監査役を置くか委員会型の会社でなければ設置できないさあ会計監査人っていうのは、うん、大会社や委員会型の会社の場合には置かなければいけませんが会計監査に置くためには監査役か委員会会型の会社にしななけければいけないんですどうしてかっていうと、はい、会計監査人ってどんな仕事でしたっけ アアシシススタタンントトですアシスタントことは本職いるんですよ本職いなければアシストできないんです会計監査人が自分がこう一人のですね、えー、役職として、まあ、プロとして活躍するわけではなくてあくまでもアシスタントとして活躍する人なんですよですからこの場合には本職が必要なので監査役あるいは監査員監査党員これが必要になりますだから委員会型の会社にして監査何何監査 当委員とか監査委員を置くか監査役設置会社にして監査役告発をしなければ会計監査には置けないんだこんな感じでイメージをしてください5ページルールの9公開会社の大会社これは一番大きな会社です 公開会社ってことは株主が流動していくで大会社ってことは債権者もいっぱいいるこの会社の場合には監査役会か委員会で型にしなければいけないつまりこれは趣旨は監査役職を組織化するってこと監査の役職を組織化する公開会社で大会社なんだから監査の役職を組織化しなければいけないってことですだから 監査役じゃダメなんですよ監査役会まで組織化しないといけないし委員会型の会社はもともと監査等委員会監査委員会って形で組織化されてますからそれでいいんですがだからとにかく公開会社で大会社公開会社で大会社の場合には監査を組織化しろ公開会社で大会社は株主もたくさんいるし債権者もたくさんいるんだから監査を組織化しろ。 つまり監査役を監査役会に格上げしてそれから委員会型の会社であればそれはそれでいいですよこんなな形になりますでは最後ルール10です頑張りましょう取締役会がなければ委員会型の会社にすることはできないあの委員会型の会社は取締役会の内部委員会ですから取締役会を置いた上で委員会を置かなければいけません また、委員会型の会社になったら完成役は設置できません。あの委員会型の会社になったら監査なんとかがいますから、完成役はいりません。だから、完成役を置くことはできないといった形で押さえておいてください。さあ、ここまでちょっと頑張って見てきました。7ページ見てください。まあ、6ページにあるのは条文ですね。7ページを見てください。さあ、今のルールをここに。 うん、時間があるときにちょっと当てはめていただいて確認していただければいいかなとは思うんですが、ね、ちょっと簡単なところからいきましょうか7ページの下半分の大会社で大会社の場合には大会社の場合には会計監査人が必須でしたよね大きな会社の場合には債権者もいっぱいいるんだから会計監査に置かなきゃいけないよってお話です ということで大会社は、会計監査人が必須なんですよ。で、さらに、大会社で公開会社の場合には、会計監査人だけでなく、えー、監査を組織化する必要がありますから、監査役会か、指名委員会か、えー、それから監査等委員会を置かなきゃいけないという形になります。 まあこんな形で実はルールを当てはめるとあ確かに代会社は会計監査人が必須だからこの下に会計監査人が必ずいるなとでしかも代会社で公開会社の場合にはもう監査も複数化しなきゃいけない組織化しなきゃいけないんだななんてことも分かりますよろししいでしょうかあとは会計監査人がいるということはその前提として本職を置かなければいけませんから。 監査役かかえー、委員会型の会社になってるのは事実ですよね。だから大会社は必ず。 会計監査人がいるということは会計監査人にアシストされる人も必要だということになるわけですちょっと難しいですけれども、まあ、最初は難しいですよでただこのルールを皆さんトイレに貼って、えー、これから本試験までよく眺めてみてくださいそうするとだん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 身についていきますからね最初は理屈をしっかり抑えていくあとはルールを覚えちゃうで慣れていくって形になりますでは皆さんここまでやってきましたで 8ページのところもう1つだけこ今日はお話をさせていただければと思いますが社外取締役社外監査役というものを置かなければいけない会社があってでこれがですね結構難しいんですが本試験見てみるとよく出てますえですからちょっと難しいんですがハイレベルですが押さえてほしいんですが。 社外取締役、社外監査役、これは外から連れてきた人ってイメージでいいですね客員みたいな感じですそれを必ずどの会社も置かなければいけないかとそんなことはなくて社外取締役の選任が必要になるケースって4つしかないんですよ。で丸1監査等委員会会設置会社 さあ監査等委員会設置会社委員会型の会社は社外取締役が必要です。丸一、監査等委員である取締役は3人以上で、まあ、これ会議体だから3人以上で過半数が社外取締役です。過半数が社外取締役もう監査等委員というのは取締役会の中にもう監査をしっかりする委員会を作ろうということでもう外から連れてきた人の方がいいよね。取締役会の中に 監査等委員という委員会を内部で作るわけですからそこにもう業務執行をしているようなもう会,社に、えー、もう会社の内部で育って,てきたような監査等委員がいたってあんまり監査の仕事できないわけですよだからこれはもう社外取締役を置こうよって話になる過半数ですよで、丸に市面会と設置会社も各委員の委員の過半数が社外取締役これも趣旨一緒ですね もう委員会っていうのはもう社外取締役がやっぱり過半数いないと委員会の役割果たさないよねってことですね。番特別取締役による議決の定めでこれも今回の説明の領域外ですが特別取締役っていうのは取締役会が人数多くなっちゃって重要な財産の処分なんかはもう選抜メンバーに決めてもらおうよなんて形でもう特別取締役っていう選抜メンバーが会議を開いたら 重要な財産の処分などについてはもうこれ、えー、取締役が開いたのと一緒になるわけですねもう選抜メンバーだけである種の取締役が開けたことになるのかよってことでお目付け役が必要だってことで1人以上は社外取締役もう1人でお目付け役だから1人で,いいですね1人以上は社外取締役1人以上は社外取締役とでマリオ4番がちょっと難しいですが、えー、公開会社で 大会社で関西会が設置されていて有価証券報告書を提出する会社有価証券報告書ってことはまあ上場企業だと思っていただければいいですねもう公開会社で、大会社で関で西会も設置されている上場企業に関してはもう社外取締役を置こうね1人以上はねこんなルールができましただからこれはもう大きな会社だからもう公開会社だし もう大会社だし監査役会もう組織化されてるしもう有価証券報告書提出会社なんだからもう一人は社外取締役を置こうよってことで、まあ、上場企業は社外取締役を置こうよみたいな発想だと思っていただければ結構ですちょっと大変ですが押さえていただいてくださいあとは一番下社外監査役の選任が必要となる会社は監査役会設置会社ですね、えー、監査役を組織化するならばもう外から連れてきた人いるよねっていうまあ えー、同じようなあの,丸1あの上の二と同じ発想で、えー、社会関察が必要ですただ半数以上というところがポイントになります過半数ではありませんあの観察薬っていうのは別に多数決がそんなに重要なわけではありませんから過半数にする必要はないってことで半数以上ですでは ちょっと大変ではありましたけどここまでルールを足早に説明しましたあとは皆さんが身につけていかなければいけないわけですが9ページから問題を用意してあります9ページから問題を用意してあります一つ一つちょっと一緒にやっていきましょうかで皆さんは見ながらでいいです初めですから見ながらでルール,のルールとか7ページとかその辺りを見ながらでいいのでちょっと問題をやってみましょうではよろしいですかねまずはじゃあ1から 41から44問やっていきましょう1から4では時間取りますのでどうぞ見ながらでいいです、まあ、まずは見ないで考えていただいて分からなければ見るっていう2ステップでいきましょう ではよろしいでしいょうか、えー、まあこの問題はです、ね、司法書士の問題だったり、えー、行政書士試験の問題だったりあとはまあ基本的な予想問題だったりを入れてありますでは1会社補助の公開会社は取締役を置かななけければいけない、えー、公開会社ってことは株主が流動するわけだからあ株主がまともな意思決定できないことあるよねもう一つの意思決定機関である取締役がいるよねってことで「る でしたね。公開会社は取締役会を置かなければいけない。公開会社は取締役会を置かなければいけないというルールがありました。ルール3です。では2番です。会社法上の公開会社は完成役を置かなければならない。まあ、そんなルールはなかったですが、公開会社は取締役を置かなければいけませんで、取締役を置いたら完成役を置かなきゃいけないかを考えればいいんですが。 管制役を置かなくてもいいですね。委員会を置けばいいわけですから、管制役を置くか、委員会型の会社にすればいいので、管制役を置かなければいけないのは罰ですね、えー。公開会社に関しては、えー、取締役を置かなければいけないのは事実ですが、取締役を置いた場合に、管制役を必ず置かなければいけないわけではありません。7ページの公開会社を見ていただいて、えー、別に管制役を置いてないところもあります。では次、3番です。 監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社はいずれも監査役を設置することはできないこれ丸ですね委員会型の会社は監査等委員会、監査委員会がいますから監査の役職はもうすでにいますだから監査役を設置することはできませんこれはルールの10かなにありましたでは4番です監査等委員会設置会社は定款で定めた場合には指名委員会または報酬委員会のいずれかまたは双方を設置することができる これですねあの。2つの委員は混在させることができませんから監査と委員会を設置したら指名委員会を設置することはできません、えー、必ず監査と委員会設置会社にして1つ置くのか指名委員会と設置会社にして指名委員、報酬委員、監査員の3つを置くのかどれかですからねでは次5番から8番5番から8番の問題をやってみてくださいどうぞ。 分かんなければ見てください。 でではよろしいでしいょうか5番、監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社はいずれも取締役会設置会社である丸ですね、取締役会の内部委員として設置することになりますから、取締役会じゃなければ委員会型にすることはできない、取締役会,じゃな取締役会設置会社にしなければ委員会型の会社にすることはできない。で6番です 監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社はいずれも会計監査人を設置しなければいけない委員会型の会社にしたら会計監査人必須委員会型の会社にしたら会計ぐらいしっかり監査しようということで会計監査人必須でしたでルールの8ですねでは次7番です 監査等委員会設置会社においては監査等委員である取締役の過半数は社外取締役でなければいけないこれ丸ですね社外取締役のルールでやりました監査等委員会設置会社これは8ページの一番上ですが過半数が社外取締役ですよということになりますでは8公開会社でありかつ大会社である監査役会設置会社は1名以上の社外取締役を選任しなければいけない 公開会社でありかつ大会社である監査役会設置会社で有価証券報告書提出会社はですねだから上場企業じゃなければこの要件を満たしたところでか、えー、社外取締役を選任する必要はありませんよく要件を株足なく確認することが必要ですでは今日最後9番から12番といて終わりにしましょう9番から12番では最後頑張ってくださいどうぞ でではよろしいでしいょうか9番、えー、取締役会設置会社は完成効果なければいけない、うん、そんなことないですね取締役会を置いたら確かに株主の手が届かないところに意思決定機関が移りますから、うん、内部監査必要になりますでも完成効果なくても取締役会の中に委員会を作っちゃえばそれで済む話ですね監査委員会とか監査等委員会があ取締役会を監査してくれますから委員会型の会社にするという選択肢もある以上罰です 10番、大会社でない指名委員会と設置会社は会計監査に置かないことができる、だめ、委員会型の会社にしたら必ず会計監査人、委員会型の会社にしたら必ず会計監査人、バツ11え、公開会社かつ、ん大替社、監査委会設置会社、お有価証券報告書、提出会社お、全部揃った、じゃあ、社会監査役必要だよね、丸って言いたいところですが、半数以上はいらない、1人以上ですね。 あくまでもこれは、まあ、上場してるんだったら社外置いてよってことで、えー、まあそういう形から認められたので、まあ、1人置いてりゃいいんですよ社外置いてね社外置いてねってことだから1人でいいんです。ということで半数以上が ×12、関西薬会設置会社においては関西化は3人以上でそのうち1人以上が社外取り1人以上が×ですね半数以上です、半数以上しっかり押さえておいていただければと思います。とということで、 今回、機関設計についてお話をしてこれで終わりました。 えーまあ、機関請求の話を聞いただけでは非常に複雑なルールですだから複雑なルールですが諦めるのではなくこれ何回かトイレに貼ってルールを貼って見ていただいてであとはこの7ページの図と見比べてもらって問題を何回か解ければそんな難しいことじゃないんですよ今言ったように今問題多分いくつか解けたと思うんですよねその調子なんですよですからここだけ聞いて解けたならばあと1時間復習すれば全部解けますよですからそんな感じで、えー、ちょっとですねあの覚える 慣れるというところが必要ですから話を聞いた後にしっかり慣れる覚えるということをしていただければ。 しっかりこの期間設計だけで点数取れるところだと思います。で、期間設計の問題を見ていると選択肢のいくつかはえそういう問題が出てますから、もうしっかり取れるというふうに思いますので、えー、そこでもう1点、2点取れるのは本当に大きな話だと思いますから、ちょっと復習を頑張っていただければというふうに思います。で、私のほうからは以上ですが、まあ、行政処置の試験、まあ、難しい試験になっちゃってますけれども、もう直前期ということが迫っていると思います。で私は 行政書士は専門にしておりませんのであんまりこう外野の人がですね、えー、こういうふうに勉強するといいよというのは言えないですよだからそれはもう行政書士の横溝先生などプロの先生がいますから、まあ、今日イベントもあると思いますのでそういうところをしっかり直前期は利用していただければいいです私のはもうこういうピンポイントでお話をするだけで、えー、まあそういうですねこういう勉強今からやりましょうなんていうですね、えー、あるいは皆さんの質問にもう何でも答えますから相談してくださいなんて大きなことは言えません。だけれども一つ言えるのは 私も小書士の試験を受けているし小書士の受験生、本当にたくさんの方が勉強していますがもう最後に勉強した方がやっぱり受かっています、今までというのはやっぱり勉強の準備みたいなもんですね、だってほら、知識ってもう最後に触れたものしか本試験持ち込めないわけですよ、もう2、3ヶ月勉強していないことについては頭から抜けます、あるいは思い出せない状態になります、だからもうどんだけ最後に詰め込めたかというのが勝負を分けます。 小書士の試験もそうですけれども,もう本当に最後もう嫌になって勉強するのが嫌になるぐらいやった方が受かるんですねだからここから、まあ、あの本当にですね、えー、もう仕事とかいろんな家事だとか育児だとかあると思いますけれども介護なんかもあるかもしれません、えー、それの中でどうにか時間作ってここから1分1秒でもしっかり勉強して、えー、合格までこ、えー、ぎつけていただければ。 なというふうに思います。でもうなんか届か届かなそうだなって諦めちゃうなんて方がいるんですが、あの諦めたくなる気持ちってどの時点でもありますよね。もう絶対うまくいかないとき、あるいは試験中でもそうです。なんかできた気がしないっていことがあるんです。でも結果的にできていることがあるんですよ。しかも今まで頑張ってきましたから、その頑張ってた自分から、まあ、言ってみれば私はよく。 伝と言いますすけけけれども助けを受け取ったわけですね前の選手が今日まで頑張ってきたしかもこんな会社法得点アップみたいな難しそうな講義を受けているだったらここから先そのここまで頑張ってきた自分を裏切るわけにいきませんのでぜひ最後の最後まで試験中もそうですよ昨日まで頑張ってきてこの大変な世の中コロナ禍で試験会場までこぎ着けたわけですよだたらそこで諦めるわけにいきませんので最後までしっかりそこで頑張って 合格を勝ち取っていただければというふうに思いますではあの具体的な勉強法などはこの後横水先生のですねイベントなんかもありますからそちらの方を参考にしていただければと思いますでは私の方からは以上です皆さんがこの講義を活かして得点アップして合格を勝ち取っていただけることを祈っておりますお疲れ様でした